皆さんごきげんよう、えー、仏教再発見の旅長い長い旅ですけれどもだんだんと終盤に差し掛かってまいりました、えーまあ、イスラームによって、えーまあ、完全にほぼ完全に消滅した仏教が、えー、やがて再発見されていく様子ですねやはり起点になるのはウィリアム・ジョーンズでしょうインド・ヨーロッパ語の発見に続いて えー、古代インドに仏教という,う未知の宗教が存在していたということを、まあ、発掘した人ですわね。そしてそれを継いだジェームズ・プリンセップこの人が文字の解読をしたことによって一挙に、まあ、霧が晴れるようにして、えー、古代インドの世界の中から仏教が浮かび上がってきたというわけですね。でそこからの流れなんですが えー、一つはずっとそのこのシリーズでご紹介してきましたけども考古学的な発見が続きますね、えー、カニンガムとかね、えー、あるいは、えー、そのビューラーとかそういう人たちが活躍して、えーまあ、いわゆる古代の文字を解読したことによって遺跡の発掘ですねこういうものがどんどん進んでいったとこういうお話はいたしましたね。うん、その行き着く先が 日本の場合だったら「核王山二退字であるという不思議なご縁もお話ししました。でこれとはまた別の系統で考古学的ではなくって文献学的つまりプリンセップが文字を解読したことによって一挙に古代インドのまあ歴史的状況がはっきりしたその中に現れている文字で書かれた本ですねもっと簡単に言うとお経。 仏教の仏典、そういうものをもともと研究していくことによって、えー、仏教の歴史がどんどんとこう解明されていくという、まあ、文字を使った本を読むという形での研究ですね、文献研究、こういうものが、えー、その、えー、考古学的な流れとはまた別方向で発展をしていくわけです。でこの起点もやはりジェームズ・プリンセップです。だからプリンセップがいかに重要な働きをしたか、 考古学的な方向もプリンセップ、それから文献学的な方向もプリンセップ、そこから始まっているということなんですね。で、えー、ですから一旦プリンセップに戻りまして状況を整理してお話をしたいと思います。えー、まずここにまあプリンセップの名前出しました、えー。年代で言うと1830年代が大活躍の時期でしたね。1837年が奇跡の年と呼ばれて、えー、例のあの。 ブラフミー文字が解読された年ですけれどもそれをその前後ですね1830年代がプリンセップ大活躍の時期で文字の解読ならびに総合的インド研究というものがここで本格的に始動するわけです。そしてまあカニンガムのあの考古学研究は一旦置いといてこれはもうご説明済みましたからもう一本の方いきましょう。えー プリンセップと同じ時代に活躍したもう2人おりましたね「三番ガラス」なんて私勝手に言ってましたけどもプリンセップとターナーとそれからホジソンでしたであのターナーの方のお話をいたしますとターナーさんはスリランカにいて以前はまあセイロンと呼ばれていたセイロンにいてそこでセイロンに伝わるパーリン語という古代インド語で書かれた仏教文献を精密に調査した人です でそこからあのこの島の歴史当史とか大史というような今まで知られていなかった貴重な歴史資料を発掘して見つけ出して皆に紹介したその結果として例えばアショウカの歴史とかねそういうものが一挙に解明されていくわけですね。でこのターナーが何といってもこの南方パーリー物ッ研究の、まあえー、先駆者であります。でこののターナーナさんの ターナーさん若くして亡くなりました40代で亡くなりましたけれどもその仕事をもちろん後の人がいいでいくわけですそしてこのパーリー物典研究というのが飛躍的に進みますでまあターナーさんイギリス人だったもんですからその後のパーリー物典研究のセンターはイギリスになりますイギリスが えー、西論やあるいは、まあ、東南アジアもそうですけれどもそういったパーリー語を使って、えー、仏教を伝えている国々のさまざまな、えー、文献、まあ、本ですねそれの研究の、えー、中心地となっていきます。でターナーの後に出てきたあ著名な学者としてはチルダースという人がおられましてこの方は、えー、パーリー語の辞典を作ります。なんと言ってもね、えー、この 本の研究文献研究のもとは辞書ですから辞書がなければ何にもできませんからその辞書を作ってくださったのがチルダースという方でパーリー語とでそのまあチルダースの後に今度はリス・デイビスという方がこの人がもうイギリスにおけるパーリー文献研究の礎となった。 偉大なる仏教学者でありますこの人を知らない、えー、インド仏教学者なんて誰もいないわけで、えー、まあ偉人の中の偉人ですねリス・デイビス夫妻と書いてありますね夫妻と書いてある、えー、ご主人ご主人って夫の方が、えー、まずパーリー学者になりましたで後に結婚,結婚して、えー、奥様の今奥様と言わないんですか 夫となんていう妻っていうんですかちょっと失礼な感じですが「えー、お」をつけて「お妻」っていうのもおかしいね <laughs> なんて言うんだらいいんだろうな日本語にないですけれども、えー、その妻となった、えー、リス・デイビッズ夫人ですね、えー、このお二人ともが、えー、偉大なるパーリー語学者でありますで、えー、夫の方が亡くなった後おこのお後の仕事を継いだのはええー 妻の方なんですね。だから大変なご夫婦だったということであります。でちょっとこのリス・デイビッズ夫妻についてもう少しご紹介をしておきましょう。えー、リス・デイビッズ氏、えー、夫の方ですね。1843年生まれて1922年に亡くなっておりますので。 えー、もちろんプリンセップが大活,用大活躍をしました1830年代よりも、えー、2世代分ぐらい後になりますかねだいぶ後の方であります。で1866年に文官としてつまり政府のお役人として、えー、正論に渡りました。この頃まだ えー、スリランカセイロンはイギリスの支配下にありましたからその支配する側の政府の当局者としてセイロンに渡り、えー、しかしまあ実際はその何かあの政治に関わるというよりももう行ってひたすら勉強パーリー語と仏教を学びました行く前にもうすでにサンスクリット語は習得しておりましたので、えー、それをベースにしてパーリー語と仏教を学びました そそしししてその後なんか、ね、政府と対立したらしいんですね、えー、思いがあのすれ違ったらしくて、えー、そういう政府関係の仕事を辞めて、えー、イギリスに帰国し、えー、そして1881年これも記念すべき年ですが、えー、パーリー聖典協会パーリーテキストソサイエティという、えー、これはいわゆるパーリー語で書かれた仏教文献をどんどん世の中に、えー、紹介し 誰もがそれを読めるような形で出版をするという一番の仕事のメインは出版です、えー、あのパーリング語っていうのは例えばスリランカ文字とかタイ文字とかそういう普通の人にはなかなか読めないような文字で書かれてしかも本の形じゃなくて例えばヤシの葉っぱに書くとかねそういうまあ何ていうか古来伝わる形でしかパーリングを手にすることができなかった。それを 誰もがどんな国のどんな人でもパーリン語仏典を読めるようにしようというのが一番の趣旨でそれでそういったパーリン語のさまざまな文献をアルファベットで書いてそしてそれを本の形で本というのは現代的な冊子の本の形にして製本して誰にでもそれをお分けしますというそういう教会を作りました。 そしてそれから延々とこのパーリー聖典教会はパーリー語の仏教文献を出版し続けております。おりますっていうのは今も続けてるんです1881年以来ね。で、えー、本だけその大元の本だけではなくてそれの翻訳ね英語に翻訳した本とかあるいはいろんな研究所とかとにかくパーリー仏教パーリー文献に関わる ありとあらゆる領域での仕事を一挙にこのパーリー聖典教会が、えー、遂行するという,うまあ、エンジンです、えー、南方仏教研究のエンジン役になるような教会をこの時設立したわけですねで、えー、同時に王立アジア教会ですねイギリスの王立アジア教会の師匠師匠,師匠って言ってもこれはもうほとんど、えーまあ、中心人物という意味ですけれども それも務めパーリー仏教学の巨人として今も名を残しておられます亡くなった後はあのはこの夫人ですね、えー、妻であったデービッツ夫人がその後を継いで、えー、この教会をさらに盛り上げておりますでこのパーリー聖典教会は今も大いに活躍をしておりますで何年になりますかねもう150年近く変わることなくあの 活動した例えばこれなんかは、えー、このパーリー聖典協会が出している雑誌ですけれどもこれ21世紀になって出た本です。あのこれは、まあ、2000年超えた後にまだこういう定期的な雑誌も出しているということで、まあ、本当に息の長いそして価値ある教会を作ってくださいました。それがリス・デイビズさんであります。 いですねでその一方もう一人いましたねホジソンホジソンさんは、えー、今度は北の方ネパールに今を据えてそしてそこでさまざまなそのネパールで手に入る仏教文献をどんどん集めてものすごい量集めてでそれを例えば、えー、フランスの「 友人ビュルヌフという大学者にあげたりあるいはイギリスに寄贈したりともかくこのホジソンのお金で今まで見たこともなかった北方仏教の資料がどんどんと送られてくるようになりましたで、この北方仏教というのはこれはパーリン語で書かれたものじゃなくて別の言語これはインドのまあ何、えー、て言うかな 中心的な雅語であり雅語ってみ張び言葉であるサンスクリット語とかあるいはネパールはチベットに近いのでチベット語で書かれた書かれたっていうのはチベット語に翻訳された仏教文献などなどをホジソンはどんどん紹介したわけです。でこの北方仏教っていうのは実はあの今でいう我々が知ってる大乗仏教系統の ものがほとんんどなんですですから、えー、面白いですねリス・デイビッツは南方仏教これ昔は「正常仏教」と呼んだんです今はもうそんな言葉使いません「上座説仏教」とかね「南方仏教」とか、えー、いろんな言い方しますがいわゆるスリランカ東南アジアのパーリンゴ仏教これをリス・デイビッツはどんどんと紹介し。北にいたホジソンはは今度は サンスクリット語やチベット語で書かれた主に大乗仏教系の南とは全然系統の違う大乗仏教の資料をどんどん送るということで南と北から違った系統の仏教資料が真ん中にどんどん集まってくるとその中心にプリンセップがいたというそういう構造になっているわけです。でさらにはそこへこへののホジソンのまあ強力な、えー 支援者というか協力者としてね、えー、現れてきたのがチョーマド・ケレス,チョマデケレスあのハンガリーから歩いて、えー、カルカッタまで旅をしたあのチョーマでケレスが、えー、この人はチベット語にも人生捧げた人ですからこのチベット語の,あの情報ですねあるいはチベット語そのものをどんどんこうヨーロッパの人々に紹介するこれが、まあ、ホジソンの仕事の さらにに裏付けけなっていくわけですねだからホジソンチョーマデ・ケレスとこのコンビが協力タッグを組むわけですでそこで集めた資料が今度ビュルヌフに渡るフランスの大仏教学者ビュルヌフのもとに渡りビュルヌフが初めてですねこの北方仏教というのは南方とは違う別個の仏教でそれが大乗仏教というものだという。 仏教世界全体の構図どんな風な分布になっているのかということをビュルヌーフが初めてきれいに人々に紹介をしたわけですこの構図が今でも私たちの仏教理解にそのままつながるわけなんですねそしてこのビュルヌーフの弟子がマックス・ミュラーですで、このマックス・ミュラーがイギリスにまあ呼ばれましてオックスフォードですねオックスフォード大学で 活動をしていたと、まあ、こういう全体構造になっているわけなんですね。さあそれでそれでここまでまあ仏教再発見が進んだわけですが一つ難関がある。どうしても越えなければ難関があるそれは何かと言いますと漢文でですす中国の仏教です言うまでもなく中国には仏教が古くからもう紀元後。 すぐに中国に仏教が入りましたいわゆるシルクロードを通ってどん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 中国へ入っていくわけですあの三蔵法師たくさんの三蔵法師たちの活動がそのメインですねこうして中国は仏教を取り入れてインドでは仏教が滅びますがイスラムの侵入によって滅びましたね中国では仏教は滅びないわけですイスラムの侵入なんかないわけだから だから中国ではその後仏教は途絶えることなく、えー、まあ発展を続けていくわけですね。そしてその過程で中国の仏教は日本にも入ってくるわけです。あの聖徳太子鑑真和上の時代に日本に入ってくる。こうして中国および極東の仏教世界というのは滅びることなくずっと続いていますがその仏教は みな漢文で伝わわっているわけですねでこの漢文の仏教というのはなかなかやっぱりヨーロッパの学者には扱いにくい。で今言いましたプリンセップを中心とした真ん中にプリンセップがいて北ホジソン南ターナーとこの三者が発展させたいわゆる仏教学というものの中にはまだ漢文の仏教というのは入り込んでいないわけです。 もちろん少しは入ってますけども合体してないわけです合体できないわからないからそれで、まあ、分離しててるわけですだから最後の難関はこの、まあ、漢文で書かれても読みにくいヨーロッパの人にとってみたらもう本当に大変な難関ですね漢文を読みこなすというのはそのその漢文の仏教と中国のね 南で今まで分かってきたこの仏教を合体させなければ全体としての仏教を知ることはできないわけですお分かりですかだからここが最後の難関として残るんですね膨大なな漢文資料をどううやって関連づけるかということいこんです、ね、で,でこ,ここにあの巨大な足跡を残すつまりこの仕事に大きな貢献をしたのが 日本人でありますでこのお話を今からします、えー、これはですね大変な話なんで大変なったは何が大変かって言いますとあのー、日本は日本は、えー、仏教を2回取り入れてるんです2回取り入れて1回目は聖徳太子の時代でありますこの時中国から仏教を取り入れましたでそれがその後の時代ですねもう、えー、平安鎌倉から江戸までずっ とその中国から取り入れた漢文仏教ででやってきたわけですそれがですねこの,あのプリンセップを中心としたいわゆる近代仏教学現代の新たな仏教学とまだ出会っていないわけです日本は。でこの,この近代仏教学と出会うということは日本が 二回目のの仏教ととと出会いいををすするということを意味しておりますつまり漢文だけで書かれていた中国仏教と出会いそして2回目にはサンスクリット語やパーリー語やチベット語などの,あの、えー、中国仏教を経由していないまあ言ってみると本家直送の仏教ともう一度出会うことになるでそれが明治なんですね。よろしいですか でその出会いの中心人物真ん中にいたその人こそがまさに南の南というかあのプリンセップ系仏教学と漢文仏教学の接合点を作った人つまりそれをつないだ人それが日本人でそれが日本にとっては2回目の仏教との出会いになるということなんですね。この人の人名前は南文雄 博士でありますで次回からこの南條先生のお話を少ししていこうと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ごきげんよう。